イブニング、どうも瞑想岡です。初めましての人はどうぞよろしくお願いします。男子のことを少しね多く見てきたんですが、少しだけねってもちょっと失礼かもしれないですが、女子の方も見ていきたいなというふうに思います。というのもですね、8月の月末に三井不動産カップが行われるのはもうご存知かとは思うんですが、その前にですね、今は例えば NBA であればサマーリーグ、B リーグもですね、アーリーカップの発表ございましたよね。そして W リーグもですね、サマーキャンプというものがですね、行われていきます。もちろんその新しい選手の腕試しだったり、チームの、作戦だったりとか、まあ共通認識っていう部分でですね、まあ試していく場所がございます。それがね、待って言いますが、サマーキャンプというものに、ね、なっております。これが7月13日から15日にかけて、この3連休ですね、かけて行われていきます。場所がですね、長崎県のシーハット大村市体育文化センターというところで行われていきます。最初ね、あ、サマーキャンプや行きたいなと思ったんですが、私自身もちょっと長崎県か、ちょっと行けないかなって、まあ、妥協なんですがと思ったんですが、やはりそこはですね、バスケットボールライブさんと WTB というところでですね、中継の方は行われていきます。もう一つね、残念なことを言うのであれば、女子日本代表に選ばれている選手は参加しないということなんですよ。というのもですね、7月13日から19日にかけて第6次強化合宿が行われていくんですよね。まあアジアカップに向けたもの、三井不動産カップに向けたものなんですが、そちらに招集されているメンバーはこちらには参加できないんですよね。なのでそういう選手が好きで見に行くよって方はね、ちょっと物足りなさを感じちゃうかもしれないですが、新加入する選手だったりとかね、やはり注目選手たくさんいらっしゃいますので、ぜひね、足を運べる方は足を運んでいただきたいななんていうふうには思います。そしてね、僕がやはり注目する選手を一人挙げるとするのであれば、昨年のですね、ウィンターカップ、惜しくも優勝はできなかったんですが、高校ナンバーワンプレイヤーの呼び声高いですね、元八雲学園のピアノリリカ選手、やはりこの選手を、ね、見て注目してみていきたいなっていうふうに思いますよね。皆さんもね、注目したいなっていうふうには思っておると思うんですよね。JX エネオスへとですね、入団を決めた彼女なんですが、本当に今後のですね、きっとね、日本を背負っていくプレイヤーになっていくで、少子3倍とかもね、選ばれて、今回もね、参加しておりましたが、やはりこのですね、JX に入って、どういうまた成長を見せてくれるのかっていうのが非常にね、楽しみな選手ではございますので、おそらくですね、JX5 人の選手が日本代表に選ばれております。ということは JX はですね、やはり完全に腕試しっていうような、ね、形で、試合に臨んでくるかなっていうふうには思いますので、岡本選手、キャプテンを筆頭にですね、どういうふうに試合を展開していくのか、僕もね、非常に楽しみではございますので、注目してみていきたいなっていうふうには思います。なので、ぜひ皆さんでね、またそういう形で、遠いとこからでもですね、応援していきましょうということで、今日はこんな感じで終わっていきます。それではまた会いましょう。See you next time. Bye bye.